かき上げいっちゃって。はい。8月の出来事の話なんですけど、はい、ちょっともやもやしてて、はい、あの僕があの高校の時に付き合ってた女の子がいるんですけど、うんうん、その子と付き合ったのが8月6日だったんですよ。で、高校の時のこう下りというかノリでこう記念日を忘れないみたいな、覚えとこうぜみたいなのがあって、それが8月6日のハムの日だったんですよ、うん、で、その女の子がハムの日に付き合ったねっていう話したんですけど、まあその女の子とはもう4ヶ月ぐらいで別れちゃって、あのそっからもうずっと連絡取ってなかったんですけど、成人式とかでこうまた話す機会があってから、こうあの時はごめんねみたいな感じでまた友達関係戻れたんですよ。で、その翌年からあの8月6日にその女の子から LINE が来るようになって、あの、うん、内容的にはまあハムの日だねみたいな、その、うん、かわいもない会話でワンラリーツーラリーで終わる会話なんですけど、うん、それがあの翌年翌々年とずっとその子が送ってきてくれて、でも、うん、高校の時の話だからいいわみたいな、こう本当にたわいもない会話だったり、あとは芸人頑張ってねとか、そういう会話を1年に1回だけその8月6日に送ってきてくれたんですよ、うん、それが去年送ってきてくれたのがもう10年ぐらい経って、もう10年以上の前の話だから、うん、もういいわっていう感じで僕が言ったんですけど、うん、彼女も確かに10年前の話だねみたいな感じで、またその時も LINE が終わって、うん、でもまあ僕恥ずかしがり屋ってか、恥ずかしさを紛らせるために言ったとこもあれば、そのふと考えたんですけど、10年以上その LINE を毎年欠かさずやってくれる女の子で、うん、なんかこう、まあ、自分の好きになったことにすごく良かったなっていうので心がほっこりしたんですけど、うん、今年その LINE が来なかったんですよ、うん、で、待ってた身なんですけど、なんか心配になったというか心がぽっかり開いちゃったんで、うん、Facebook 調べてみたら、うん、名字が変わって結婚してたんですよ。はい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 。で、やっぱりまあ結婚しちゃったのかなんて薄々思ってたんですけど、うん、それがなんかなんでモヤモヤするかっていうのが、うん、名字があの鈴木でも佐藤でもなければ、うん、伊藤だったんですよ、うん、で、その子ずっとハムの日ハムの日って LINE 送ってて、うん、伊藤って人と結婚したんですよ。はい、これ当てつけ結婚です。それは伊藤ハムということで。そうです、伊藤とハムで当てつけとは、僕が10年間何も振り向いてくれないというか、くれないからもう、うん、で、もうえいわっていう LINE を送った次の年に伊藤さんと結婚して、うん、して伊藤ハムになったんです。で、まあ、ったからお前への当てつけだとお前は解釈したと。はい、そっから僕ハム食べて、かき揚げ、かき揚げ、はい、違うよ。そんなわけないよ。かき揚げ、当てつけじゃないですか、うん、幸せ、ただただ幸せでいるだけだよ彼女は。そんなお前のことはもう片鱗にないよ。全く気にしてないですかね。ないよないよ、うん、たまたまだろうし、はたまた伊藤じゃないのかもしれない。そこどこもどういうことですか。お前がだからもうその伊藤にしようってことなのかもしれない。それはやめてください。マジか、マジか、うん、な、それはな、村西なのかもしれないし、そ普通に。いや、伊藤さんでしたよ。括弧に前の名字があってありました。いや、まだハムやってたんかいってなったんだ。はい、あれ、まあ、で怒りですね、怒りというか。なんか、かいかつや。当てつけだったなんて。いかつい話だったね。おー。なんかまあ、なんか素材としてはね、もったいないよね、この話はね。あの、長いんじゃん。長いな。あと、当てつけの方向に行かなくても。うん、なんか。もやもやっていうより、うん、なんか長い振りがとにかく。まあまあまあ、でもいいよ、ここで練習していけばいいからさ、別に。はい、まあ練習と思ってやってないですけど、はい、そう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 、行こう行こう、次行こう、行っちゃおうよ忍び。はい、私はちょっと父親の話なんですけど、
おお。はい。まあ、トータルテンボスの2人は。俺、同じだからな。そうですね、ちょっと、まあ、癖の強い お父さん、まあ、75ぐらいですかね、77になったかな、みたいな。はい、もう結構、はい、今もタクシーの運転手をして、まあ、元気には、まだやってんだ。はい、働いてはいるんですけども、昔からね、うち、家族が、まあ、自分も含めですよ、風邪ひいて熱を出すと、もう本当、父親がバーって出てきて、梅干しを焼いて食べなさいと、言うんですね。で、まあ、赤い梅干しを子供心に、もうすでに梅干しの段階で嫌なんですけど、まあ、焦げ茶黒に近くなるまで焼いて、で、食べづらい場合は、お茶で流し込めと。なんだと思いながら、子供なんで信じて食べるわけですよ。不思議なもんで、もう私、15歳ぐらいまでに多分2、30回食べてるんですけど、ほとんど次の日熱が引くんですね。多分子供だったから回復力があった。あと、っていうだけだよね。はい、調べたら、民間療法で、実はちょっとなんか解熱作用はちょっとあるらしいんです。詳しく知らないんですけど。なんかあるっぽいことを書いてるサイトもあるんで、もしかしたらあるのかもしれない。っていうところまではいいんですよ。で、まあ別に親父なりに民間療法を信じてね、その体が治るんだったら別に僕も問題ないんですけど、最近、まあこれ、親父にちょっと切れたというか、まあ突っ込みつつもほとんど切れた話なんですけど、先々週電話かかってきまして、親父が俺のこと心配してるんですね。まあ、もちろん息子ですし、東京で何やってるか分かんないから、しかも YouTube とかも親父はなかなかね、見るのもたどり着けないので。まあ、これにたどり着けないんだ。そうですね、多分インターネットもやっぱりなかなかね、覚えづらいっていう、その、はい、アプリを落とすっていうのがよくわかんないんだよね。もう感覚としてないので、どこに落としたらいいんだみたいに言っちゃいそうだから、携帯電話はもう電話としてしか使えないので、まあ、だから近況は電話で報告はしてたんですけど、親父から電話があったから、今、元気にやってるよって話をして、だからお前、最近東京だから、今、新型コロナウイルス流行ってるだろうと、でそういうのもかかったら危ないから、まあ、体に気をつけて、みんな元気にやってくれなと。いや、親父こそって言ってたら、親父が、もしコロナにかかったら、梅干し焼けよって言うから、ふざけんな、こらって。治るか、バカっつって。マジでそれを、自分の周りの人言うなよっつって。もうそれガチだもんね。そう、もう信じすぎてダメだからっつって。ボケじゃないもんね。そう、本気で、例えばそのタクシーのお客さんとかにうっかり言っちゃったら、もう会社含めていろんな問題になるから、もう頼むから言うなよっつって。まあ、言ったところ、親父は、じゃあなって言ってました。なかなか強烈だよ。はい、かき揚げさん、はい、こういうのだよ。なるほど。コンパクトだしね。面白い。なかなかですよ、いい。ありがとうございます。歌舞伎さん、いっちゃいましょう。はい。前回、お話しさせてもらったの見た方と、あ、阪神の？いえ、早漏の方ですね。ああ、早漏の釣りの方か。早漏の話なんですけども、前回話させてもらったのが、その治療薬、早漏の治療薬使って、もうダメだったっていう話なんですけど、で、その時に僕の使用方法が悪かったって言ったじゃないですか。その塗布後40分から1時間後に効果が現れますっていう、治療薬だったんですけども、はい、で、収録、リモート収録を終わった時に藤山さんからこの後ちょっと軽い打ち合わせあるから残っといてって言われたんですね。ジュニアの面々だけで、ありましたね。で、多分寿司楽団の次の内容とかだったと思うんですけども、ああ、じゃあ、これちょうど今、塗布したら、打ち合わせ後ちょうどいいなと思って。ほう。で、その打ち合わせ前にちょっと塗布しといたんですね。ほう。で、収録が終わったのが、多分1時半ぐらいだったと思うんですけど。1時半ぐらいだったと思うよ。で、前回の内容を見られて買った、わかると思うんですけど、ちょっと藤山さんが、ちょっとお酒飲まれてて、はいはいはい、ちょっとお話がちょっと長くなる節があったというか、ああ、はいはいはい、
だったんですけども、その1時半に終わって軽い打ち合わせって言ってたのが終わったのが朝の5時だったんですね。長えな、はい、で、お前らよく耐えたな、そんな時間。4時まで書き上げの説教した。その内容の半分以上が。それいらねえじゃん、じゃあお前ら。まあまあそうだったんですけども。その間は。はい。で、まああの治療薬のレビューに、あのこれこの項目当てはまる方の項目の一つに、パートナーに早すぎてバカがと言われたことがあるっていう項目あって、俺当てはまるなと思って。で、それを使って使い方間違えて嫁にクソバカがと言われて。言われて。で、そのリベンジで塗布して朝5時、嫁の寝てる寝室開けたら当然寝てて。ねぶた祭りしてて。ねぶた祭りではないですよ。はい、太ってる嫁が寝てるだけで。はい、で、その終わった、起きた時にこうこうこうでちょっと営めなかったよって説明したら、うん、藤田もバカかっつって怒られた。あ、一応そこ、嫁は嫁でもね、はい、してたな。そうなんですよ。この人ちょっと待っといてねって言ってたんですよ。待ってたのになんだと。はい。っていうことが。藤田もバカかと。はい。っていうことがありました。うん、もうそういういろんな弊害ありますから、藤田さんね。朝5時までジュニアを付き合わすの、本当やめてあげてくださいね。かわいそうなんでね。改善した方がいいよって思うところがあったんで、はい、はい、ちょっと熱くなって、書き上げですか、ね、そうですね、はい、ちょっとなるほど、まあ愛情があることはあるんでしょうけどもね、うん、改善も逆の愛情も欲しいですからね、そんな連れ回したらかわいそうだの愛情が、はい、うん、まあだからやめますね、あの改善改善もされてない あ, あ、お前が一生懸命改善するために説教したのに、全然変わってなかったんですね。説教っていうか、まあアドバイスを言ったんですけど、はい、今日また改善されてなかったんで。いやもう、無駄でしたね。僕が話そうとしてるのは、あの大宮花月であった出来事なんだけど、聞きました？あ、私が聞いたやつですね。はいはい、まあ、あなたは一緒に聞いた話ですが、みんな知らないですよね。みんな知らないです。はい、知らない。大宮花月でね、起きた話なんですけれども、はい、先日、まあ、僕らが出番じゃなかったんですけれども、若手のあの鬼越トマホーク、はい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 、と、まあ、何組かで、まあ、そういう大宮花月での劇場でのライブに出てたんですって。で、大宮といえばね、僕たち寿司ボーイズも何回か寿司ボーイズライブ、はい、やらさせてもらってるじゃないですか。はい、はいはい、ありがたいです。なんでまあ寿司ボーイズ大宮でばっかやるんだろうみたいなお客さんからの声もあるんですよ。はいはいはい。もっとその都内でもやってくださいよとか大阪でもやってくださいよとか言われるんですね、うん、でも大宮花月でしかやってないじゃないですか。はい。それはなんでかって言ったら、大宮花月の現支配人酒井さんが、はい、まあ、めっちゃ俺たちのこと好きでいてくれてるんですよね。はい、はい。何があったらトータルさん、トータルさん、寿司ボーイズさん、寿司ボーイズさん、もう寿司ボーイズのライブになればさ、もうなんだろう、終わった打ち上げでなんか最初の第1回目なんか寿司をめちゃくちゃでっかい寿司を、まあ寿司ボーイズさんの打ち上げですから寿司にしましたみたいな、寿司だけに食べちゃってくださいみたいな、めっちゃいい人じゃないですか、うん、だからまあ酒井さんが僕たちのことを好きでブッキングしてくれるじゃないですか。はい。それでありがたいことに大宮花月でやってるわけでしょ。はい。まあその我々の聖地、大宮花月で鬼越トマホークがね、その、はい、まあライブ中にどういうノリかはちょっとまだ詳しくは聞けてないんですけれども、その我々のその悪口というか、そのまああいつらのノリあるでしょ。喧嘩止めるやつ。喧嘩止めた入ったらその悪口を言うみたいな、はい、それはまあ俺たちは別にその場にいないし喧嘩を止めたわけじゃないんだけど、なんか俺たちの悪口を言う流れになったのか、はい、我々の悪口を結構言ったらしいんですね、うん、鬼越トマホークが、はいはいはい、でそこはまあお客さん的に笑いになったかちょっと聞いてないんですけど、それを見ていた支配人である酒井さんが、はい、ブチ切れて、鬼越トマホーク、
大宮花月、出禁になりました。マジっすか。ああ、ちょっと、弁解に行ってあげたい。仏の酒井が。あの酒井さんが、あの酒井さんがぶち切れて。あんな柔らかい人が。あのトータルさん、そんなこと言うの許せない。想像つかない。大宮は出さない。いや、あのそういう、ね、あえて言うノリでとか言ったのかな。まあ、俺もだからその話聞いてさ、あのトロさんも久保田とかから聞いて、ちょっと酒井さん確認してみる、本当なのかな、それで久保田の話だから、大体久保田の話って、もう嘘を9割で俺聞いてんのね、もう過去何個もあいつのゴシップ、誰々って実は何々してるらしいですよ、いずれ出ますよ、このニュースみたいな、出た試しがないんですね。だからその流れだから、酒井さん、これは、まあ、こいつなりにオーバーに言ってんだろうなと思って、はい、酒井さんに、まあ、こんな風に聞いたんですけど、どうせ久保田の嘘ですよねって言ったら、はい、お恥ずかしながら本当ですって。熱い話だな。いい人だな。いやー、酒井さん、何があったんすかって。その別にその全然そんな別にお笑いのノリでしょうし、はい、別にそんな別に出禁とかはやめてくださいねって言って、まあまあ分かりました、出禁はさすがに言い過ぎたんで、まあでも出番は減らさせてください。どほどですね。フォークの大宮ね在住のファンの方もいると思うんですけど、それちょっと見る機会は減ってしまうということだけちょっと。いやいやいや、ここで教え。これはとぼかりとかないと。まあまあ、くしくも酒井 vs 酒井だったんだよ。本当だ。本当だったんだ。なんかそのマウントの取り合いもあったのかもしれないな。俺が酒井だの。俺が酒井だの。マウント？ないでしょ。まあこれはちょっとみんなでさ、ちょっと酒井さんなだめに行こうよ。いやね。そうですね。なんとかちょっと。これは酒井さん、まあつって。そうやもう。あいつらも別に悪気ないですし、ノリで言ってると思いますしって言って、まあ実際何言ってるか本当酒井さんが本当教えてくださいよ、そんな切れるって相当なこと言ってたんですかっつって、僕怒んないんで教えてくださいって言ったら、いやもうこの話はやめましょう、一点張りで。もう教えてくんないのよ。だから何言われてるか分かんないからね、これ聞いてる大宮花月にその時、あ、私見てましたとか僕見てましたって方ね、ちょっと教えてほしいです、コメントでね。気になるなぁ。ぜひよろしくお願いしますということで、今回以上ですね。はい、はい、こんな感じで日曜日は我々の近況を話しておきますんで、また来週、さよなら。